はい、えー、それでは論文直前の、えー、出題予想会ということで、えー、まあ財務会計論からですね始めさせていただきます。えー、担当レックスンコ氏加山です。よろしくお願いします。えー、はい、えー、と森久美さんですね。申しのお疲れ様でした。で、まあ残りですね、えー、まあ一ヶ月ないぐらいで、えー、ちょっとですね、頑張っていかなければいけませんが、まあ一応ね、あのまあ出題予想という、えー、いうことで、まあレジュメですね一点配布していると思いますので、ちょっとこちらのですねご確認をください。 でまあ財務課け論ということで、えー、まあ予想って言ってもまああまり当たらないんですけどまあ一応ね、ね、えー、まあどういう、えー、問題が狙われやすいかっていうところはあのちょっとですね見ていこうかなと思います。で、レジュメの方ですね、えー、開けていただくと、えー、とまあ、ポイントリストですね、ポイントリストの目次がこうばーっとですね、えー、まあ二十四章かな。 26章,か26章まで,ですねあってまあ6ページまでまあポイントリストの目次で,でえまあ基本的にですね星をつけましたちょっとね重要そうなところは星をつけていまして2つ星がついている部分はえまあ特に重要性が高いとでまあ他このですね受講生さんもこうきっちりとですね特に力を入れてやっているところとえ考えられますのでまあ基本的に星2つついているところはまあ最後のね目安としてまあ基本的にはその今まで 皆さんのポイントリで,ですね回されている、まあ、今までの重要性の基準に従ってもらえれば、まあ、特に問題はないんですけど、えー、まあ一応ね最後のこう1周とか2周するときに特に力を入れてほしいところは、まあ、2つ、ね、星をつけましたので、まあ、1つのね目安にしてもらって、えー、そしてまあ今まで,の,です、ね、あの力の入れ替えというのはそんなに変える必要は特にありませんので、まあ、ちょっとね参考までにと思ってください、えー、まあ星2つ分ですねで、まあ、その上でちょっと1一個1一個ね検討をしていきます 1>, で1ページ目からですけれども、まあ、一章の財務会計の総論とか、そんなにいいでしょう、で、二章の基礎概念ですね、やっぱ基礎概念のところは、概念フルマークも含めて、結構ですね、出題が可能性としてはありますんで、例えばですね、2の8なんかは質的特性が、ポイントリストで載っていますけれども、質的特性といったときに、ああポイントリストの、質的特性の構造が、 ちゃんと頭に入っているかというところですね。えまあ、今一度こう確認をしていってください。なので、まあ第2章はね。基本的にはその全般的に確認をしておくということをお勧めします。基礎概念ですかね。まあ、初めの会計公文とかね。会計主体論とか担当論点っていうのは基本的にいいと思います。けれども、えまあ、特に後半部分ですね。はい。 で第3章、一般原則、まあ、基本的にはほぼ出ないんですけど、ただ、ちらちら出ているのも事実ですね、まあ、直近では28年に保守主義の原則の説明をです,、ね、するという問題が出ましたし、継続性の原則なんかの説明をする問題も過去には出ていますので、まあ、全く、ね、ノーマークというと、多少怖いところはありますが。 えー、まあ、そこはね、もうちょっと担当のところの知識で、なんとか書いていくっていうところになるでしょう。で、ただ、まあ、一般原則の中でも、資本取引、損益取引、幾分の原則については。えー、まあ、他の特に純資産会計との絡みがあるんで、まあ、簡単に見ておくといいと思います。ね、まあ、純粋伝統論っていう部分以外にもですね、論点が、えー、まあ、広がる部分ですから。はい。で、続いて、第四章ですね。第四章は損益会計で。 まあ収益認識の会計基準が公表されました、まあ、それ自体は、ね、今の段階だと早期適用の段階になるんで。 まあ特に気にせず、当連の問題だけ見ておいてねということは当連解説のところでお話をしましたけれども、ただやっぱり収益認識に関するところは、少しまあトピカルなところなんで、注意深くですね見ておいてもらいたいというところでえと4、4の10とか4の11ですね、カップ販売の収益認識とか工事に関する収益認識、あとリスクからの解放に関する部分とかですね、この辺んはえちょっとしっかりと見ておくようにしてください。 であと4の16かな、製品保証販売の会計処理ですね、これ、講義だとです、ね、11回目の講義かな、歩行のところでやりましたけれども、まあ、その辺も、ね、ちょっと見ておくということで、えー、まあ収益認識系はです、ね、少しあの注意を払ってください、まあ、全般的にこのあたりですかね。うん、であとはまあ実現の2要件とかもね、これ、当たり前ですけれども、まあ、万が一ね、書けっていう問題が出たら、実現の2要件なんかはですね、すらすら書けなければいけません、2、ねえー、要件ですね。 でまあ、その辺も4の4とかに、ね、書いてありますので、まあ、一応実現の2要件とかも当たり前ですけども、えー、しっかりと書けるようにしておいてください、ねまあ、若干この収益認識の基準の絡みで第4章の重要性は上がると思ってください、ね、で再三、ねえー、言いますけれども新しい基準自体を勉強する必要はありませんからねあのそこは別に考えなくてもいいですが、ねまあ、今までの伝統論的にどうだったのかというところあとはリスクからの解放のです、ね、絡みでどうなのかというところは必ず見ておくようにしてくださいはい。 た資産会計、その負債会計の総論の部分は、えー、まあ資産、負債の定義に当てはめるっていう問題が、えー、よく出ていますね。今、2年連続税効果に関して、えー、28年は負債の方ですね、負債に関して税効果と絡めて定義に当てはめる問題が出ていて、て、29年は資産ですね、えー、まあ国延税金差の資産性なんかが出ていますので、 えーまあ、税後間の絡みかどうかあるかは分かりませんけれども、まあ、資産負債の定義にです、ね、当てはめて、まあ、その資産性や負債性を検討するという問題なんかは全然何年連続出てもおかしくありませんので、えーまあ、ポイントリストだったら5の1とか5の6ですかねあごめんなさい6の1か5の1、6の1、えー、この辺なんかは定義と絡めての出題なんで、まあ、ポイントリスト別に5の1、6の1をやったからできるようになるというわけではありませんけれどもちゃんと定義を抑えて、まあ、検討するという準備ですね、えー、それはできるようにしておいてください。 どんな問題が出てもおかしくはないです、はい、では、えー、続いて2ページ目かな2ページ目行って、えー、まあ純資産会計総論まあ純資産会計もうんまあどういった項目が純資産に該当するかどうかっていうまあそれを、ね、説明させる問題は昔からちょいちょい出ていますのでえー 27年かな、十七年は新株予約権をです、ね、資産の定義に絡めて出題というものがありましたし、えーまあ、非支配株主持分なんかもです、ね、いつ、こなぜ株主主以外に区分されるのかということを、ね、説明させる問題が出てもおかしくありませんので、えーまあ、ここだと、まあ、新株予約権と非支配株主持分の、ね、記載についてなんかは、ちゃんと、どういうプロセスを持って、えーまあ、純資産の中のさらに株主義以外に区分されるのかと。 ね、いいううところは見てておくくようにしてください、まあ、別に、ね、株の資産の中の項目であっても、えー、まあそのプロセスを説明させるという問題は出てもおかしくありませんので、まあ、いわゆるその典型ですからね、純3会計の。はい、で第8章財務諸表、まあこれは、ね、多岐に論点が当たるところなので、まあ、基本的には結構重要な部分が多いかと思います、えー、まあその中でもです、ねえー、まあここは2つかなメインは2つで、まあ、1つは包括利益ですね。 包括歴関係の理論は、えー、必ず見ておいいください、まあ、計算と絡めての、ね、出題っていうのも大いに考えられますので、まあ、包括歴の重要性であったりだとかですね、えーまあ、包括利益を、ね、開示した方がいいのかいけないのかっていうようなメリットデメリットなんかも必ずね 検討できるようにというところと、あとはですね一番最後、ですねマネジメントアプローチですね、えー、まあここ何年も山々といってまだ出ていませんが、セグメントのマネジメントアプローチですね、登レだったら10回目かな、えー、に出題をしましたし、えー、まあどこの学校の登壇でもですね、えー、ちゃんと出ていて、かなりですねみんな、念入りにやっている部分なので、あのまあ相当程度、精度高く書けるように練習はしておく必要があります。ね まあすごい典型ですからこの辺をまあちょっとねこうあやふやな状況で答案を作ってしまうと多分すごくね差がついてしまうんですよなのでもう何ならもうポイントリストをこう覚えてねでまあそのまま吐き出すっていうとちょっと言い方悪いですけれども、ねまあ、問題のね問われている形式に合わせてもう本当に吐き出すぐらいの勢いでまあかなり精度高く書けなければ差がつくと思ってくださいまだですね未出題論点になりますんで まあ主体の可能性ってのは高いかなと思います、まあここ34年ずっと言ってるんですけど、ね、なかなか出てくれないと、はい、ただ昨年、ね、自己株式の無償取得が未出題論点として、まあ、ずっと言い続けてやっと出たんで、まあ、こんなに出ても全然おかしくないかなというところです、はい、で9章が棚卸さん会計で、まあ、棚卸さん担当特有の論点でありますけれども小定資さんの減損会計と絡めての出題っというのはです、ね、非常に考えられますので まあ一応2つの星というものはありませんけれども、まあ、担当論点ではなくてもう論文論点だと思って、ねえー、復習の方はしていってください。はい、では続いて、いきます続いて、えー、固定資産の会計で、まあ、固定資産の減損以外のところは第10章に入っていますけれども、えー、まあここでも大事なのはです、ねえー、のれんですね、やっぱり、まあのれんね。10の15かな。 まあこののれんの部分もどういう形で出てもおかしくはありませんのでまた連結のところでものれんがありますのでねそこと合わせてあの必ずのれんは精度高く書けるようにあの復習をしていってください。はいまあ、それぐらいですあ全般的に大事なところではありますよ大事なところでありますけれども、まあ特にのれんのところとあとは原価償却候補の変更のところですねちょっとこの辺もやっておいてください。 一応星2つにしましたけれども、消費パターンの見積もりの変更というところで、マレックの取り出と10回目のところで出しました。あんまり正直、出来は良くなかったですね、採点をしたところですね。なんとなくはかけてるんですけども、やっぱりここもすごく精度高くかけなければいけない部分なので、そのなんとなくだと、点差はすごいつけられてしまう部分だと思ってください。 でまあ、引き矢的に繰り延資産の部分はもう1個だけですかね、株式交付費の費用認識の論拠というところ、まあ、ここなんで、まあ、ここは見ておいてくださいというところぐらいですか。はい、でどいくとえ続いて12章13章でリースと減損で、まあ、リースのところは、まあ、これも全般的にあのやってください。 何が重要貸し手も含めてです、ねあのまあ、貸し手の処理手薄になっている方は多いですけれどもあの貸し手の処理も含めてちゃんとですね、あの理論的な背景も会計処理も全、ね、両方とも抑えていくようにしてください。はい、で13章が減損会計で、まあ、減損会計も全般的にですね、ここも全般的になんで、まあ、どんな形で出ても全然おかしくはありませんので。うん まあ見ておいてねと全般的にやっておいてくださいということですね。はい。でまああと新規解基準ここからですね入っていきますがまあちょっと全部説明していると時間がないんでまあ研究開発とかも基本的にはあの全般的に見ておいてもらいたいところでちょっとページをめくっていくとまあこの中で16章からですね見ていくとですねまあちょっと個人的な 山というものは実はこの章の、ね、右側に星を入れてあるんですよで、やっぱり退職給付ですかね、退職給付、16章、退職給付、で税効果、そしてまあ連結で、ちょっとページめくると、えーまあ、企業結合、事業分離のあたりですね、ちょっとこのあたり、まあ、このあたりですかね。うん まあ一個一個中を細かく見ていくということはしませんけれどもまあ対象給付であればですねまあここ数年ずっと出題されている部分で,うんでまあ何年連続出てもおかしくない部分ですでやはりまあのれんとえ一緒でまあその日本の基準とね国際的な基準のえ処理がまあずれている部分ですからえまあそういうところはまあ基本的に出題のねターゲットになってきます。 ええ、なんで、まあ、退職給与誰も何が出ても全然おかしくはありませんので、まあ、細かいなと思うところも含めてですね。まあ、特に余力がある方は、あの、全部見ておくことをお勧めします。ね、はい。で、えー、まあ、税効果ですね。税効果の方は。えー、ここも、ちょっとね、税率。 の表示区分ですね税効果の表示区分の変更があったりだとかですね回収可能性の、えー、適用支援のです、ねえー、基準が公表されたりということで、まあ、少しトッピカルなところでもあります、ねで、出題の方もですねここ連続で出ていますので、えーまあ、連続出ているから今年出ないという保証はどこにもないですしむしろ重要性は非常に高い部分だと思いますので、えーまあ、税効果の方もまんべんなくねあのやっていくようにしてくださいはい。 であと連結会計はですね連結企業結合、事業分離と全部ですね、まあ、個人的な予想として星は入れましたけれども、えーまあ、その単なる、ね、理論として出るんではなくて、まあ、基本的に連結や企業結合が出るのであれば計算と絡めての出題っというのが想定されます、ね、なので、まあ、数字を扱ったりだとかですね、まあ、理論の中に数字を組み込んでいったりだとかその会計処理を説明したりだというです、ね、問題の出題の可能性は高いと思います。ね 普通のとき、まあ、に単にポイントリストとかを暗記しているというだけではなくて普段の会計処理と結びつけて説明できるようにしなければいけません、でその辺はですは、ね、当連でもかなりあの出題をしていますので、えーまあ、その文章をです、ね、会計処理と絡めて説明できるような練習というのは必ずしておいてください。まあ、昨年、本試験では第5問で、まあ、それが、ね、結構出ていました。 でまあ、試験の先生なんかを、ね、考えるとやっぱ企業結合連結系が好きな、ね、先生がいますので、えーまあ、ちょっとそういう、ね、あの説明させる問題というものは、えー、かなり取材の可能性は高いかなと思います、ねはい、だから単純にポイントリストをやるということだけではなくて、ね、ちょっと当然、ねえー、の復習も兼ねてちょっと数字を、ね、説明できるような練習というものをしておいてください、まあ、これが22章から、えーまあ、24、25、26までですねはい あとまあ事業分離なんかですね個別の処理なんかも苦手な方がいますけれども個別の処理も含めてね重要性は非常に高い部分だと考えますので,えまあこれで連結だけじゃなくて事業分離個別の方も必ずやっておくようにしてください。いあともう一個個個人的なちょっと大穴としてまあ19種のストックオプションですねちょっとここはマークをこう黒の三角にしてまあちょっと大穴チックにしましたけれども。 あのまあストックオプションっていうのはね担当だとよく出てるんですけども、意外と論文だと出材の実績っていうのが乏しくて、論点もまあ,あんまりないんですよね、なので、あ,あんまり出てないんですけど、ただ、ちょっと優勝進化部役権のね論点がこう実務対報告がですね公表されたりだとか、少し動きがある分野でもあるので、ちょっと怪しいかなっていうのは個人的な予想として、これはあります。他のの部分はねあんんまりり個人的ななな予想というよりもねえまあその試験のね傾向かかを見ながらとか ほ他の学校さんとかに力を入れている部分というところも考えながらつけているんですけどもこのストックオプションは完全に個人的な予想になっています。で、えーまあ、論点あまりない中で親会社が子会社の従業員にストックオプションを付与するという論点はまだです、ね、論文式本試験出題がなされていない部分です。 なのでこの部分はいつ出ても全然おかしくないのかなと思いますのでポイントリストだと19の1ですね親子会社間のストークオプションねここのあたりはですねちゃんと説明できるように復習をしていただければと思います。いということでまんべんなく見てはいきましたけれどもまあ特にチェックしたところと あと、まあ、星が2つついている部分はねちょっと復習をしていただきたいと。でレジュメの7ページは過去の出題実績になりますんであの別にここは参考までにあのこういったものが出てるんだなっていうのをあの見ておいてもらえればと思います。 で最後、ね、レジュメの8ページにちょっと当連で本当は出したかった部分の問題として1問だけです、ね、あの載せました資産除去債務のです、ね、除去支出のキャッシュフロー計算書上の取り扱いを載せたのでちょっと当連で出したかったんですけども出す機会がなかったのでここの場を借りてです、ね、ちょっと1台ほど、まあ、出題じゃないですけどもね参考までに。 あのレジュメのほうに添付させていただきましたので、まあ、一応ねあの、これが山っていうわけじゃないですよ、これは出したかったけど出しきれなかった部分なので、まあ、どっちかというと保険に近い部分にはなりますけれども、まあ、一応ねあの、見ておいてもらえればあの、そんな難しい話じゃないんで、あの読んで、えーまあ、もし出たら書、えー、ければいいなというところです。はい、ということで、簡単にはなりますけれども、ね、ちょっと予想という形で、財務課係をやらせていただきました。でただまあね、あの、まあ、まり基本的に山は張らない方がいいかなと思いますんで、 あの受かる方はもうまめなくねみんなやっています。なのであまり今山っていうよりも直前のこのポイントリストとかを回す力の入れ具合ですね強弱の参考にしてくださいね。だから星がついていたからやらないとかね星がついているところだけやりますっていうんじゃなくてねうまく強弱をつけてまあ、直前期のですねメリハリなんかをですね、えー、つけてもらえればという意味でねあの今日レジュメを作ったので、えー、まあぜひぜひですね、えー、ま参考にはしていただけたらと思います。 はい、なんとかね残り1ヶ月弱ですねもしが終わるとこう気が抜けて結構ですね身が入らないっていう人がですね多いんですけどもまあこっからがねあの本当に勝負になってきますので、えー、例えばですね当蓮の成績だとかもしの成績がいい方もここで油断したらですねあの抜かれてしまいますし悪かった方はですねここから1ヶ月で結構伸びますからね、えー、特に初回受験生の方は当蓮とかもしの成績が満足いく形で本試験を迎えられる方ってのはほとんどいません、ね、でもみんな受かってますからなんとかねこの1ヶ月、えー、頑張ってちょっと死に物狂いで,、えー、でごぼう抜きする勢いでねええー 頑張って、ちょっと勉強をしていってくださいね。まあ一ヶ月例えばですね、まあとりあえず遊べますからね。それをですね、ちょっと夢見て頑張ってください。はい、それではですね、財務会計論のは以上になります。次は総裁補ですね、高田先生お願いします。ではレジュメの方は皆さん渡っていますでしょうか。ちょっとプレゼンターの方を切り替えさせていただきますが、こちらのレジュメですね使って少しお話をさせていただきたいと思います。 ではですね、総ゼアホですね。論文直前予想、ごめんなさい。論文直前出題予想会ですね。始めさせていただきます。担当アレクセン二講師の高田です。どうぞよろしくお願いいたします。で、今ちょうど影山先生のお話、私後ろの方で聞いていまして、あの全く同じでですね、あの。 合格される方は、まんべんなくきちんとです、ねえー、学習されていらっしゃるなというふうにこれまでもお,、ねえー、お見受けしていますですから、その中でも、まあ、こういう理由で、えー、少しここはです、ねえー、押してみておきましょうというような、ねえー、お話で進めさせていただければと思います。 でちょっとレジュメの方ですねお手元を開けていただきますとプレゼンター切り替えますがあ私の方のレジュメはですね法人税、所得税、消費税とで、ね、3000目に分けて今までの出題のですね、えーまあ、傾向ですね、えー、こちらを入れさせていただいています。 でこの中でグレーのかかってるところはもうあの理論計算ともに圧倒的によく出るところということでね見ていただければと思いますこれ法人税も所得税も消費税も同じようにですねグレーで入れてあるところはそのように見ていてください でまあ予想というね、えー、観点で申し上げればあ公開募集の方にですね折、えー、り込ませていただきましたまあまあその中でもということで、えー、では理論と計算ですね出題がありますからまず理論からということでいきましょうかでまあ法人税法の方ですけれどもまあこのグレーのかかっているところ私が条文のナンバーで申し上げますとね二十二条ですねから二十三条受け取り配当ですねから二十四条みなし配当そして三十四条役員給与から三十七条寄付金という それからまあ税の、ね、試験ですので租税効果というところはきっちりとです、ね、見ていきましょうということで入れさせていたただきましたで、まあ、理論も計算もということにはなってくるんですけれども。 あの本試験ですよね、ここ数年見ていますと、税制改正の、まあ、あった直後、それから、まあ、税制改正がこれから行われるよっていう直前のものね、もう要は直前のものが出るって、まあ、安定してるんで、ね、試験の先生からすると、まあ、そういった点で、安定してるっていう点で、まあ、出題しやすいのかなというふうに思うんです。 としますとそういった観点で、まあ、法人税法ですねお話ししますとお今回、まあ、当連でもえあの少しお出しさせていただきましたが22条、この関係の特にえ基金の額ですね。 というのは、皆さんはいいんですよ、ねえー、税制改正ありまして22条の2っていうのができてこれ収益のです、ね、認識の、ねえー、基準が値押しのような形で,です、ね、少し入ってきているんですね。ですのでそういった観点から見ると今の22条の状況ですね、えー、基金特に最後ですので、まあ、この22条のところは少し、ねえー、そういった観点からしっかり見ておきたいな、ね、税制改正直前。 としますともう一つはですね、えー、リース取引とそれからちょっと次のページいきます上から2つ目損益の帰属時期ちょっとここあの星印つけますねこちらまああの63条の関係が少し変わってるつまり長期カップ販売ですね の関係があ今度、税制改正入って変わってくるので、まあ、その直前というところを見ますと損益、まあの,の、えー、帰属時期、当りの,の方では計算であの工事の関係ですよね、出題させていただきましたが、まあ、長期カッパ販売、まあ、その関連で、えーまあ、あとはリースですね、ちょっとリース戻ってリースも星印つけておきます、基金の額も星印つけておきます。そういったところでですね 少しまあ、改正直前の論点というふうに見ていくとやはり、ね、あの22条はちょっとあの今回当たり前というのではなくて少しそんな観点でも見ておく必要があるのかなというふうに、ね、思います。まあ、まずは、ね、そこででよろしいでしいょうか そして、まあ、例年ですね、もういつもと言っていくほど出題があります、減価償却、そうすると償却のくくりでいくと、ね、減価償却、特別償却、そして圧縮基調のあたりですよね、もう償却関係ね、えー、絶対落とさないということであれば、やはりこの辺んの、ね、ところはしっかり見ていきたいところかなというふうにね、えー、思います。まあ、これ計算ですけどねね却の関係、ね から役員級のところですね、えー、少しこち,らも、ね、改正こちらも改正があって、その後と、ねえー、初めての年度ということになりますが、まあ、当連でもね、少し出題させていただきました、あその点ですね、基本の,あの34条ですね、しっかり押さえた上で、まああで、公開募集の内容も、ね、プラスアルファで押さえていくというような、ね、対策を取っていっていただければと思います。 あの理論計算という順番でなんて、ね、申し上げましたが、まあ、計算にも、ね、今までのお話関わってくると少し思ってい,ていただければと思います。そして 前年からね加わった内容としてこの組織再編ですよねこれが前年からの試験範囲になって前年もねすぐに理論で出題がありましたうんとすると少しずつ今度はね計算の方にも出題が広がってくるんではないかなとねいうことでこれまでの答練でもそれから公開模試でもね少し組織再編ね出題させていただいていますので組織再編のところは少しこ 今回計算の方でもね、出題はあるのかなね、いうふうに考えます。すみません、あのね、今組織再編ということで申し上げましたが、まあ組織再編あの抑えられるということであれば、まあそことの絡みで前後して恐縮です。有価証券ね、やはりこの有価証券のね理論のあたりはしっかりとね合わせて抑えておきたいところかなというふうに思います。あの。 理論ですね有価証券の理論のあたりはですねちょっとしっかり押さえておきたいところかなというふうに思います。から税制改正後というところにちょっと戻っていきますと試験研究費ですよね、少し計算ですね、あの出題をさせていただきまし、まあこちらはの措置法ですので計算ですが。 ね、試験研究費、まあ、もうこのプラスアルファですね、えー、見れるということであれば2014年以降、試験、ね、計算、ごめんなさい、計算ですね、えー、出題がありませんので、このあたりですね、ちょっとしっかり見ておきたいところかなというふうに思います。 とということで、まあ、ちょうど今1ページ開いていますから、まあ、星印をつけたところは来年から少し変わっちゃうよというところですね、基金の額、リース取引そして損益の帰属時期とこのあたりを中心にやはり。あのねえー やるかやらないかというよりも試験範囲になっているということで見ればね組織再編もね少しちゃんとね見ておかないといけないのかなと試験ということを考えればそのようにね考えまますすからすみません役員給与も今日申し上げましたのでラインを引いておきたいと思いますちょっと黒くて申し訳ないんですがね役員給与のところも少しね改正後の論点ということで。ですね まあ、法人税法ね、えー、以上ということになります。ですね。まあ、理論計算ともにあったりまあ、計算のところがあったりということですので、まあ、今ね。ちょっと法人税法を少し時間かけてお話ししましたので、続けて所得税法ということで見ていくことにしましょう。レジュメの方は3ページと下に振ってあるところですね。所得税法。 まああの力の入れ方という点で見れば、まあ、あの法人税法はやっぱり点数の配分、祖点にして点数の配分が、ね、いくらか多いですので法人税法をやってするとまあ理解の、ねえー、しやすいという点でまあ消費税法をやってと。 と所得税法はですねなかなかまあ所得税法という税法そのもの自体がもう難しいですしね、あのー、理解も大変だったと思うんです。 なので、まあ、ここからうわっと、ね、追い込むという方も中にはたくさんいらっしゃるでしょうけれどもそこであのこういう戦略を、ね、取っていただきたいなというのが、まあ、この所得税法のところ利子所得から始まって雑所得までですよねここが10種類の各種所得の計算でしたよね。これもあの出題がないときありませんので、ね、理論、計算ともにね。 なので、まあ、各種所得の金額の計算、これはやはり、ね、ちゃんと抑えていかなきゃいけないなという見方、それからその後ですよね、損益通算、このあたりが難しいということで、ちょっとですねこの非課税所得から損失の繰り越し控除までをちょっと次の括弧にして、その後の所得控除、ここですよね。 ちょっと配偶者控除まででその後次のページにわたってしまって申し訳ありませんが基礎控除まであの、ね、本試験見ていると最初の10種類の各種所得の金額の計算のいずれかとから所得控除ですよね、まあ、特に計算のいずれかということで、ね、もうそこは必ずや聞かれるところということになりますのでもうまずは、ね、そこにかかっていく。からあ だからといって、そこだけこうつまんでね、えー、学習するというんではなくて、やはりその計算の流れをね、きちんと押さえた上で、この、ね、各種所得の金額の計算から所得控除の計算という押さえ方をぜひしていってください。やっぱり全体の流れは分かっていないと、本試験とね、いざなった時に、やはり、あのー、太刀打ちできないんですよね。えー これまでですね、あの自己生産にあの拝見していて、やっぱりあの結果出ていろいろ伺うと、あのその所得税に関しては、計算の流れきっちり抑えていきましたかというところが、勝負どころになっていますので、ね、そのように見ていていただければと思います。で、まあ、各種所得ということでいきましょうか、まあ、理論の方ですね。 これまでですね、当連で出題させていただいたところ、まあ、あの特に所得税に関しては、そういう改正の、ね、話はないんですが、やっぱり収入金額の36条、必要経費の37条を中心に、すね、から各所得の、ね、条文がどこにあるのか、23条から35条の間ですね、どこにあるのかなというところはね、やっぱり確認をしておく必要があるでしょう、理論の対策としてですよね。 それから前年は、ね、理論で譲渡所得の中の国外転出する、ね、場合の譲渡所得、まあ、こちらは出題があったとちょっと、ね、あの改正があったばかりの論点が出題があったのでというところを見ると、まあ、そんなひねったものは所得に関しては聞かれないのかなというふうふに思いますからやはり、そのね、えー 条文の確認をですね最後しっかりしておきましょうということからやっぱり譲渡所得に関しては一番難しかったとは思うんですがもうこちらはです、ね、理論、計算ともにねずらかの論点ね出題されると思ってね最後ラストスパートかけていっていただければと思います。 ああ当連で,です、ね、少し出題をさせていただいたところがというところで、まあ、あのこれまでの、ね、こうお出題の傾向を見ていきますと、うん、ちょっと不動産所得。ねええー、なんか 出てないですよねとすると、あのほ、ー、クの方の答弁では出題させていただいてますがあの事業と業務の違いとかねそのあたりも、あのー、基本だからといってはしょらないでやっぱりちょっとね、えー、そこのあたりも確認をね合わせてしておくようにしていきましょう。から退職所得ですよねここがやっぱり ちょっとしばらくないんですよね。というところからあの当連ですね出題をさせていただいていますので、まあ、こういったところは、ね、ちょっと、ね、チェックを入れておきたいなと思います。それから改正があった直後ということで見ますと、まあ、特にこれ計算なんですが医療費控除ね、ね前年は理論の方で少し聞かれていたんですけれども計算の方、ですね少しね変わったところがありますので医療費控除のところはですね丸をつけておきたいと思います。 からあ改正直前でいきましょうか、ねえー、配偶者控除、うん、できれば、でいいですあのもうあのちあの時間がということであれば、ね、これも難しいので配偶者特別控除とこのあたりがですねまたあね、えー、税制改正入ってきていて、えー、変わってきますので、まあ、配偶者控除、計算、毎年ね、出題がありますから。 あそこを、ねえー、見つつ、まあ、配偶者控除配偶者特別控除、まあ、最後のところでの出題があるのかなという、ね、ところですね。ということで見ていっていただければと思いますあとはあの意外と税額控除の中の配当控除ってここ数年ずっと出てるんですよね。ねなのでまあそういった意味では見ておきたいところということで丸をつけておきたいと思います。 まあこれは計算です,、ね、ですから理論の対策としましては、ね、36条、37条を中心にそれから各所得です、ね、の条文がどこにあるのかきちんと確認それから譲渡所得のところはですね、まあ、理論計算ともにということでいきましょうと。 で間あねあのー、各種所得と所得控除との間の、まあ、損益通算もこれも難しかったですよねですのでここも東連での出題のあったところというところを中心に、ね、見ていていただければと思いますでは最後、消費税法を見ていくことにいたしましょう。ページ5ペーージジですね このグレーでかかっているところは、ねもうあのー、きちんとです、ね、学習をしていきましょうということでお願いいたしますで上から3つ目国境を越えたいきもの提供ですね、えー、この辺りです、ね、あたりいわゆるリバースチャージのところ、これ、前年理論で聞かれてるんですよね。 もうそろそろ、ねえー、計算で聞かれるのかなということで東連、えー、の方でも、ね、出題させていただいた内容について、ね、しっかりと復習していっていただければと思います。から消費税,、まあ、消費税に限らず法人所得ともに、ね、このテーマも難しかったですよね定額譲渡、みなし譲渡のところですよね、これについては少し、ね、消費税しっかりとです、ね、見ておきたいところなのかなと思います。 まあ、風売上げ割れのところからです、ね、仕入れ税額控除のところはもう、ねえー、毎年、出題があるということで、えー、このグレーのかかってないところですね、えー、非課税資産の輸出のところからの下あ去年、ね、転用が出題があったと、まあ、いうところを見ると、まあ、その著しい変動とそれから棚卸し資産にかかる税額調整これはあの計算を、ねえー、見ておきたいところかなというふうふに、ね、思います。 でまあえー、理論の方は一番上の課税の対象のところは、ね、もう課税非課税、不課税免税の,、ねえー、そこの判定で、で皆さんできますかというところはもう、ね、必ずや聞かれるというくらいの、ねえー、勢いで言っていただければと思います。 そして公開模試、それからレコの方ではですね当連で1回、ねえー、ですから合計2回出題させていただいた高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例ですよね消費税法の12条の4ここが少し理論でという、ねえー、感じがします、ちょっと上に書いておきましょうか12条の4ですね、うん、28年税制改正なんですが。 うんね、知ってれば書けるというところにもなってきますので、当連の内容ですね、ぜひとも復習しておいていただければと思います。最後にですね消費税計算で、前年初めて中間申告、ね、中間納付ですよね、の、まあえー、ぜ計算が、出題がありました、うん、ここは2年連続あってもおかしくないのかなというふうに考えています。 から、一番最後のこれどうしましょうっていつも聞かれる簡易課税ですね、もうここまでやったら、あとはもう簡易に関しても余力があればと、でただ、出題があった2016年は納税義務のね、有無の判定、このあたりが中心の、ね、計算の問題でした。となると、ちょっと少し具体的な計算というところにもね、かかってくるのかなというね、感じというところでですね。まあ、あの 理論はこう、計算はこうというよりも、ですね少しまあ改正前後というようなところに着目をしながらね、えー、少しお話をお進めさせていただきました。以上ですね、3000目に関して、以上ということになります。 でもうのすごいね暑さの中で皆さんですね健康管理も今大変だと思うんですねあの私もですね健康管理うまくいかなかった年にちょっとですねやっぱり試験うまくいかなかったんですねまあそれがすごくあるのでよくね申し上げるんですけれどもとにかく健康管理ねしっかりとしていきましょうあのなかあのお水やお茶よりもですねこうスポーツドリンク的なものをねきちんと飲んで体調を 整えてそしてですね来月ですね試験の日あの伸び伸びとですね力を発揮してきてくださいそれではですね租税法の予想会以上とさせていただきます皆さんお疲れ様でしたはいそれではあの予想会監査論のを始めていきたいと思います担当久坂ですよろしくお願いいたします えっとまずですねお手元にえっ、ー、と私の、えー、レジュメを、えー、ご用意ください。で、あのー。 いいろろちょっと書いたんですけども監査論としてですねじゃあ何が山なんだというとですね、まあ、いくつかあってですねまず1つはまあ皆さん、想像通りだと思いますけどもやはり実施論の監査手続きのところですねこれはですねやっぱ毎年あの出てますししかも、ですねあのなぜ山かというと今、監査法人やはり人が足りませんで実際にですねもう監査法人に入ったら即戦力でやってほしいということは現場の願いでもあります、ね。でです ののであの監査手続き例えば確認状とかね、まあ、そういったところはもう現場に入ったらもう皆さん勉強してきて知識があるんだということで、えー、もうね、えー、現場ですぐにできるようなあ状態が望まれるということもあってですねやはり実務化が問題作る場合にはそういった即戦力になるようなあところができているかなということでですね確かめたいというのがあるのでやはり実施論の監査手続き特に確認とか分析的手続きとかですね、えー、そういったところはあの過去にも出 出て,ます出てますけれどもこれは何度出てもおかしくないのでそういった意味で、ね、ここはやっておいていただきたいと思います。 でまあ、このあとまた詳細は話しますけどももう一つは報告論ですねこれはまあどの予備校のでも予想になっていると思うんですけども報告論はこれはですね今監査報告書が大きく変わろうとしてるんですねで今は短文式の監査報告書ですけどもあの、ね、あの昭和31年の設定全部なんか見るとあのいたずらに難解な軸を使ってです、ね、利用者を謝らせるから短文式がいいんだというふうに書いてあったんですけどもそれが 今や長文化しようという流れなんですねでよりですねあのこれ後で言いますけれども利用者のね詳細に監査手続き何をやったのかが分かるような風にしていこうということも取り組みがありましてですね 早ければですね、平成30、まあ、平成年後変わっちゃいますけども、今の年号のままでいくと、平成32年度からちょっと新たなね監査報告書に早期適用できるようになるということもあって、かなりですね揺れ動いているところで、実務家、学者ともみんな、あの、えー 注目しているところなので、まあ、報告論の監査報告書というところがかなり厚いかなと思っています。であと、ですねもう一に挙げるとすればですね、まあ、あのこれは毎年言ってますけど品質管理ね品質管理で非事例があってですねそれで監査法人が処分されているという例が後を絶ちません。でえーまあ ただ、ね、品質管理というところでどうやって問題を作るかというとこれ我々もなかなかか悩ましいところで品質管理で問題を作るのは難しいんです。よねですから品質管理は、ね、おそらく品規法の1号と換気法の220、ね、を参照できればおそらく解けますので、えー、品質管理は出ても、ねえー、その基準を引けばいいんだというくらいに思っていただければいいですけどもただ何らかの形で絡めて出てくる可能性があるなと思っていますので、えー、試験直前にはです、ね、やっぱり品規法の1号と換気法の220 220はやっぱりある程度読んどいていただきたいなと思っています。それとですね。ちょっとあの他の予備校さんとかどう言ってるかわかんないですけども、あの内部統制がですね。最近出てない上にあの実はですね。会計士協会が。 あのここ10年を振り返った総括をしてるんですよかいあの監査についてね。でその時に、えー、ちょうど内部統制監査が導入されて10年目だって言ってるんですよね。そうするとですねやっぱりあのどっかで関心を持ってる先生方がいるんで、えー、内部統制が出されてもあの文句言えないかなというふうにちょっと思っています。 で逆にですね倫理規則は改正があるので他の予備校さんとかも予想していると思うんですけど私はねそんなにあの正直可能性は高くないと、まあ、ここで言って出たらちょっと申し訳ないんですけどもあの倫理規則はですねあれ覚えればいい話なんで,で特に三次試験あ、えー、ごめんなさい皆さんの場合、修了講座ですね3年間実務経験積んだ後の修了講座であの 科目でありますんでね。わざわざこの試験で最近あのすごく、えー、考えさせる問題が出てる中でですね。覚えたものを吐き出すような問題が出るかというと、ちょっと私は可能性が低いと、ただ倫理規則のところで一つ言うん。であれば概念的枠組みアプローチですね、えー、これに基づいて全てのことを論じれるようにしといてください。成功報酬であっても紹介手数料であっても、結局概念的枠組みアプ,アプローチで阻害要因のね。重要性を許容可能な水準までえー、セーフガードを適用してですね。下げ。 いいんだとでも成功報酬は、えーね、この保証業務であれば絶対に下げられないからダメなんだとこういった形でですねあの概念的枠組みアプローチを適用できる頭を持っていればどんな問題が出ても怖くないと思いますのでそのぐらいでいいと思いますなので今言ったですね、まあ、監査手続きとあと監査報告書ですねあと品質管理で内部統制、まあ、この辺が結構最初に言ってしまうと熱いんじゃないかなというふうには思って いますじゃあ具体的にちょっとレジュメでね。 あの見ていきたいと思いますけれども、まあ、それにあたってですね、まあ、そこに今言ったようなところに基本的に該当するようなところを、えー、っとちょっとどこを今直前に勉強したらいいんだと言われた場合にはここを見といたらいいですよというところでですねまずレジュメの1ページ目は過去問ですねで過去問で参考になりそうな問題を一応ここは星印をつけています。でこれまあ講義のの中ではではすね過去の問題集として お付けしているのであの見れると思うんですけども平成19年の第1問第2問ねこの辺はかなりですね実施論について厚く出ています。 特に第1問の問題1なんかは品質管理とか会計上の見積もりやはりです、ね、最近の監査の問題点というのはほとんど会計上の見積もりですがうまく監査ができなかったとかですね、まあ、そういった事例が多いので会計上の見積もりに関する論点と品質管理というのはこれはねまた同じように出されてもおかしくないと。でその まあここはちょっと問題1ですねで、第1問の問題1、第2問は、ですね、まあ、ここは分析的手続きとか立ち合いとかですねが出てたので、まあ、ここなんかちょっと見ておくと、直前ではいいかなというふうに思っていて、星印をつけています。であの 21年の第2問のところはですねこれは決して四半期レビューをやっていただきたいわけじゃないんですよ。で四半期レビューは私は多分あんまり出る可能性が低いと思っていてなぜかというとあのこれはですねえ実際に。 あの会計士協会の品質管理レビューとかですね金融庁の,あのモニタリングとかでもですねあの市販機ってほとんど見られません、実務上ねあの市販機はもう本当に質問と分析的手続きだけで基本的にいいわけであの何かですね監査証拠を入手するわけじゃないですね監査と言ったらもう間違いですから単なる証拠を入手するというわけであの実務上は極めてですね何て言うかな。 差と温度差があるんですよだからあの、まあ、出されたとしたらですねもう皆さんが知っている知識で書くしかないしここは参照できるものもないですがあのそんなに、まあ、これでちょっと出たらねあのなんだってことになりますけどただ、まあ、ちょっとナンセンスじゃないかなとあとですね先に言ってしまうとあの後で出てくるけどもあの継続企業の前提ねこれもですね。 平成22年と23年ぐらいのリーマンショックのあとぐらいにはですねすごく問題として出たんですけどもやはり監査論はかなり現状を表した問題が出ますのであの今、まああの、どこでも人手不足なんですよねそういった状況でゴンコンさんが出るというのはちょっと、ね、あの作りづらいかなというふうなあの状況です。なのでゴインンコとか市販機は でないただ、ここで,です、ね、平成21年の第2問のところで四半期レビューと年度監査でコミュニケーション報告論って書いてありますけども、これはです、ね、あの四半期を題材としているだけであって実質はコミュニケーションのこととかです、ねまあ、経営者とか監査役等とのコミュニケーションとか報告論について問うているのであのそういった意味で四半期をやってほしいわけじゃなくてここの中身を、ね、見ておいていただきたいという意味で一応、星印をつけています。 で平成23年の第一問はこれ正当な注意は,、まあ、これは別にここで見ても平成23年の第一問の正当な注意のところは,これは、まあ、あのいつの時代もです、ね、あの大事ということで。えっとまああの 余裕があったら見ておく見,見れなくても当連でねやってる方はまあここをわざわざ見なくてもいいかなと思いますけけども星印をつけてます二24年の第2問の内部統制監査と財務所要監査ねこの関係性はですねやはり内部統制監査が出るんであればですね、えー、まあちょっとマークしておいた方がいいなというところですね。ね そしてですね。ええー、と、下に行っていただいて、25年の第2問の不正ね。ここはですね。まあ、あので出るべくして出たというか、あのいろんな事件があった時にですね。もう絶対出るって言ってたら、やっぱり出たっていうところで、あのやっぱりこの問題はね。あの焼き直して出る可能性あるので。あの？ 特に余裕がない方であってもですねあの直近のね、えー、ここら辺平成25年あたりからは、まあ、あの一読でもいいですから回答だけでもいいからあの問題と回答を読むだけでもいいので見といた方がいいと思いますね。でその次平成26年の第1問は報告論で監査報告書が出てます。ます、あ、はっきり言ってこの辺から監査報告書についてはずっと議論があったので、まあ、ここら辺、ね、よく見ていただくとずっと報告論が出続けてるんですがそれでもまだ出る可能性は、ね、十分にあると思ってます。で あとまあ最後に言うと平成29年の去年の問題ですねえ事例問題が第2問で出ていて確認状とかですね監査上の対応が出ているということでえここで確認状出てますけどもあの確認上ここで出た問題も含めですね関連する論点もまあ見ておくといいかなということで星印をつけていますそれでじゃあ、当連で言うとどこなのかと。 受けられた方は最低限、もう1回です、ね、復習をしておいていただきたいんですが、えー、ここで予想あの、まあ、20‐‐ と‐‐丸と丸‐‐‐‐‐‐‐と三角でつけてますがやはりです、ね、第4回の第1問の報告論はこれ20丸ねここではです、ねえー、長文式報告書のメリットを言あの問うています第4回の第1問の報告論は長文式監査報告書のメリット、えー、つまり今後変わっていくであろう報告書のメリットを問うていますのでここは見といていただきたい。逆にです、ね、公開模試の第1問では報告す 論はこれは単、ね、文式監査報告書のメリット、えー、つまり従前のメリットを出していますので、えー、従前のというか今の、ね、現行の監査報告書のメリットを出していますのであのこれは賛否両論実務会でもあるんですよあのそんなわざわざねあの、まあ、標準化された表彰式で分かりやすくていいっていう話も十分にあるのでそういった意味でですねあのどっちが長文式のメリットが出るか単文式のメリットが出るか分かりませんから、まあ、あの出るとすればね両方とも押さえてお,けおく必要があります。 があるかなといいう,うに思いますで,あとですね、まあ、あの先ほど言ったとおり、ね、品質管理のところとか内部統制とかです、ねまあ、あの第6回の第1問実施論で、えー、実際、棚卸さんとか監査リスクについてとていうのが丸で、まあ、一応です、ね、倫理規則のところは三角つけたのはです、ね、これはあの概念的枠組みアプローチ、ね、これを知っておいていただければいいかなというぐらいですねであと不正リスク対応基準内部統制報告制度と内部統制監査とかですね で、えー、あって、です、ねまあ、第9回の第2問の後発事情、事後判明事実、まあ、事後判明事実は実はですね去年か一昨年で、あで、ちょっとだけね事後判明事実あの、えー、いわゆる事後判明事実の2についてね、ねちょっと2行ぐらい書かせる問題が論文で出てるんで、あの逆に1は出てないんでね、えー、そういった意味で、事後判明事実もちょっと皆さん、嫌だと思いますけども、あの簡単にこの第2問でね、ね第9回、第2問で復習しておいていただけるといいかなと思います。 えっと、で第十回のこの実施のは、これはもうかなり手続き聞いてますから。ここはもうしっかりともう一回見ておいていただきたいと。で、えもう公開もしもね、まあ二十万円止まるということです。で、あの、ちょっとですね、あの、そうか、もうちょっと時間ね、えー、っと。 ありますので、えっ、ー、と先にどうしようかな。先に3ページ目も行っちゃいましょう。3ページ目のですね。この監査の基準ね。じゃあ基準も私結構読んどいてくださいって言ってますけどどこがあまあ大事なのかというと、まず一番最初にこれ何度も講義とかで言ってますけども、監査まあ、監査基準はね、えー、題材として問題文でそのまま取り上げられることはあるでしょう。ただ、まあ今更基準をそのまま書。 聞きなさいっていう問題はないでしょうけども、まあ、最後に見ておくと。で、監査基準の改定全部ね、この平成14年以降これはもう本当にですね模範回答を我々が本試験の模範回答を作るときに改定全文をあの何度もね参照して作ります。そのぐらいよく出ているので、改定全文はですねあの14年以降はあのしっかりね、えー、見ると。で、じゃあどこ見ればいいんだっていうのはこれはまあ、あの皆さんねあの今までの勉強の中で見られてる方はそこをあの色塗ってあるところとかをですね復習するとかですねあるいは とか過去問を解きながらですねもう一度解きながら該当する箇所をもう一回見ていくというのが一番効率的かなと思いますであと、えー、設定全部ね31年のこれが回答に模範回答になるときもありますのでここら辺もですね見ておくといいと思いますで品質管理基準と不正リスク対応基準と不正リスク対応基準の設定全部、まあ、このの辺はですねまあ、あのー ちょっとねあの参照できませんのでえっ、ー、と見ておく時間があればですね見ておいていただきたい特にまあこの中でも何が一番大事かっていったらやっぱり監査基準の改定全部平成14年以降ねということになりますでえっ、ー、とその下ですね委員会あの監き法ですね換気法がどこが大事かというとまあこれは先ほど冒頭で言ったようなところをですね丸とか三角つけてますのでここはあの冒頭の えー、申し上げたところと何ら変わりはないので、えー、っとここ見ておいていただければいいんですがちょっと1箇所だけ中央。 言っておくと、ね、501の特定項目の監査証拠、ね、これはですねあの棚卸さんと訴訟事件とセグメントが書いてあるんですけども棚卸さんのところだけでいいです、ね、それ以外はあのおそらくですねセグメントなんて多分あの問題出しようがないので、えーまあえー、ここは棚卸さんのところだけ読めればいいかなという意味で三角にしています、まあ、あとまあ丸とかですねあの重要性に応じてここは見ておいていただければいいんですがあのちょっとですねこの ここで言いたかったのは1つ、ですねこれ最近出たのでこれ皆さんのお手元にはないんですがあのできればこれ会計士協会のホームページで皆さん見れますので皆さん見れるのであのこの,、ね、この多分会計士協会でこの監査基準の改定に関する意見書の公表を受けてという記事をですねあの探していただければ、まあへあの,今,年のあ今月の20日に。えーと 会計士協会の、ね、会長の関根さんが出した文章で、えっと、まあもう当然この8 7月20日には皆さんの試験問題というのは当然できていると思うんですけども、ただね、ずっと学者の先生方とかですね、実務家があのずっと議論していることがここで凝縮されて書いてあるので、ここはですね、あの本試験の回答になりうるんじゃないかと思って、ちょっと慌ててね、あのこれ今下で印刷してもらったんですけども、 あのちょっとここ読んでいきますよ。これえっともうちょっとだけすいませんね時間をあのくださいえっとここでいきますけども。えー このね、二段落目にこう書いたんですよ。改定監査基準、つまり平成32年から早期適用できるやつなんですけども、それで新たに監査報告書に記載が求められることとなった、これなんですよ。新たにですね、ここは別に覚えなくてもいいんですが、監査上の主要な検討事項、これキーオーディットマターっていって、かむってよくね、実務上言われてるんですけども、KAM でかむって言うんですけど、これがですね、今後平成32年以降を、 え監査報告書に取り入れられることになるとつまり詳しく書かなきゃいけないんですね。監査上にで 監査する中で主に検討したことを詳しく書くとこれは監査報告書の利用者に対する会計監査の内容等に関する情報提供を充実させる観点から監査の透明性を向上させることを目的として検討が進められてきたものであり監査報告書の情報価値を高めることにその意義があります。これまさにですね当連の第4回の第1問出してるんですねでここをですね通ってくる可能性があるなと思っています。で,で その後ね、これにより、利用者はそれぞれの企業の監査において、監査人が特に重要と判断した事項を知ることで、監査に対する理解が深まり、監査の品質を評価する新たな検討材料ともなりうることから。監査の信頼性の向上に資することが期待されています。その後、まあ、コーポレートガバナンスにも好影響をもたらすと。あ、今までと言ってることは全く逆なんですよね。いたずらに難解な事項を用いて、利用者の判断を誤らせるっていうことから、標準化されてたのに、長文にして利用。 価値を高めるとこの発想の転換があるのでちょっとですねこれはあのもう一回言いますけども監査基準の改定に関する意見書の公表を受けてっていう、えー、7月20日にですね会計士協会の関根会長がですね出した会長声明が出ているのでこれはですね今の言った文章がそのままあの回答できる可能性があるなと思ってご紹介しましたでえっ、ー、と最後にですねえっ、ー、と四ページ目のところでまあこれはですねえっ、ー、ともう最後のあの、えー 内容というよりは。 えっと皆さんご存知と思いますけどもあの近年のです、ね、本試験の傾向は、えー、第1問が理論問題で第2問が事例問題で、まあ、おそらく第1問が学者の先生が作っていて第2問が実務科の先生が作っているんだろうというふうに想定していますただあの先入観を持ってね特に監査論1科目目ですからそこで緊張してです、ね、思ったような力が出せないというのが一番まずいですからあの第1問目にいきなり事例問題が出ても絶対びっくりしないようにしてください、ねえー、そこでの精神的な負けがです、ね、あのもったいないですからね あのもうみんな同じ状況ですからあの事例問題が1問目で出てきてあの2問目も事例問題だったりしてもです、ね、そこはもう全く気にしないと、ねえー、それは精神状態がかなり大事だと思います。であと、まあ、あの皆さんご存知のとおり監査論ではです、ね、財務会計論の,あの知識がです、ね、あの使えることが結構ありますので、えー、あこれ会計の知識使わないと書けないなと思ったら遠慮なくです、ね、財務会計論の知識を使ってですねあの 前なんか非常上態圏の評価とか出てましたからね、監査論でも出ますので、えー、財務会論の知識を思い出すと。 であと,、えー、ともうちょっとだけすみません解、えー、答上のポイントとしてこれ多分どの科目でも聞,いてると聞かれてると思いますがあの何度ももう何度も言ってますけれども問われていることに答えてくださいねこれをしないと本当に話にならないので問われていることに答えるとあの暗記を吐き出してもあまり点になりませんからね、えー、問題文で問われている内容にちゃんと頭の中で,です、ね、覚えたことを変換してです、ねえー、それで、えー、5行解答欄があって5行丸打ちで埋めるよりは2行で で,ですね、えー。答えた方がよっぽど点数いいですからね。これはもう絶対そうですから、あの、えー、問われていることに答えるとで。 埋めることに力を入れないと別に2行でいいんです答案を提出するときに周りの人がみんな埋めてて自分ができなかった感が漂ってこれ落ちたかもしれないと思うかもしれないですけど大体埋めてる人はあんまりいい結果にならないことも多いですから私の時もそうでしたからね隣の席の人すごい埋めててこれ負けたと思ったら隣の人落ちてましたからねなのであんまり本当埋めるってことは絶対全部埋めるなんていうのは気にしないと。ただ 白紙はやめてくださいね白白紙紙も絶対ダメです白紙はどう頑張っても0点にしかならないので白紙は絶対にしないと、ね、なのであの結論しか分からなければ結論だけもうあの素直に書いておけばそれで十分ですから無理に伸ばさないで伸ばしたことによって他の解ける問題の時間を、えー、圧縮してしまうことの方がもったいないですからね。 あと、まあ、最後その他のところはいいですけどもで一番最後にごめんなさいもうな何度も時間を言ってますけどもあの言っておきたいのは、ですね監査でこれ。えーと 私の講義とかで聞いてない方はですね、えー、とちょっと参考に今からでもなれば言っておくのは最初の問題ね、えー、と問を受け取ったら最初の10分から多い人は20分ぐらいですね全問題を見たほうがいいです、解かずにねであの第1問も第2問も全部見てですねどの問題が自分で解けそうなのかというのをまず選別するとでそれには20分かけていいと思います2時間の間の20分かけていいとで20分をかけてですねどの問題が解けそうかで、えー、その時にあに監査論は本当にですね 第二問の問題四とかが簡単に解けちゃうとかっていうのは平気であり得るんですよ。だから、あの、問題を知らないで、白紙にしちゃったとかですね。知らないで時間がなくなったっていうのは、監査論題一番もったいないです。だから、どの問題が解けるかっていうのを、最後まで見て、解けそうな問題を、先にピックアップすると。しかもですね、事例問題であっても、事例問題を読まなくても解ける問題っていうのも、監査も毎年出てますから。事例をすっ飛ばしても、問題解ける問題がどれかっていうのを、まず、選別する。それは十分から二十分かけていいと。で、その後はですね、まあ、人によるんですけど。 答案構成する人は各、えー、問題で20分ずつかけてもいいと思ってますで、えー、もう終わったらです、ね、ひたすら書く時間を30分ずつ取ると、まあ、それぞね、えー、10分それぞれの問題を見る、えー、答案構成20分ずつで書く時間30分でもひたすら書きまくる、まあそういう人も結構いますねで、えー、ただその見るのは1問目2問目通して全部ざっと見てどこが解けそうかを見ていただきたいと思います、はい えーとざっとになりましたけれども、えーと、ちょっと、ね、言いたいことは言えたと思いますので、えー、あの範囲はです、ね、先ほど言った通りのところですので、ぜひね、えー、監査論あので、監査論で別にあの、いい点取らなくてもです、ねまあ、あの十分合格できますけれどもあの、監査論で落ちないように、ね、するためにあの、今ね、いろいろ話したんで、監査論で落ちないようにするために、あと、あのどんな問題が出ても、精神的に、ねえー、落ち着いて解くと。 ね、みんな同じ状況ですので、えー、頑張っていただきたいと思います。はい、えー、それではですね、次森村先生に変わりたいと思います。えー、皆さんこんにちは。えー、それでは企業法を始めます。えー、っと配りした冊子を見ていただきたいんですけども、まずはえー、っと後ろの方ですね、えー。論文本試験出題分野と論点というところを、えー、ご覧ください。 出題予想ってまあいろんな方法があるんですけれども一つはえーどういうまあローテーションといいましょうかね近年何が出てるかっていうので、まあ、ここはしばらく出ないだろうとかそろそろここ出てもいいなっていう予想が割とまああの精度が高いというか角度が高いんですね。それでまずどこの分野かから出て,るかっているう、まあ 当たり前のことをちょっと確認したいんですけどもまずあの期間というのは一番出ますよねなので期間が出た年期間というところをこうやってこう例えばくくっていきますよね、まあ、別に皆さん書かなくてもいいですよあ大体そん,なそんな感じだったなっていうんで、えー、っと見てもらえばいいんですけども期間ですよね例えばで色を変えて株式が出た年を今度別の色でこう、まあ、株式と期間が一番出ますからね でこういう感じで色を塗っていくとどういうふうになるかというと,、えー、とこんな感じになります。単に分野を期間をピンクでそして株式を青で、えー、ただ枠囲っただけです。そうすると期間は毎年出てるなとこれ12年分ですけど、ね、平成18年で今の えっとその会社法が施行された後の論文式試験ですけどもであの株式で囲った中に例えば資金調達の平成21年資金調達くくってますけどこれは新株発行というのは条文的にはですねこれ株式の章にあるんですよね。でどうもも式でもあの うんとその株式まあ普通の株式の分野とあと資金調達の中の新株発行募集株式の発行の分野というのはあれ、一緒にしてそこから4問という感じで試験員はどうも考えて出している感じですよね担当もだったら論文も同じように考えてえっとその資金調達の中でもその株式のところにあるつまり募集株式の発行は株式と考えてこう色分けしていくとこんな感じですねそうすると株式も結構出てるなっていう。 とこですよ、ね、でまあ直前までいくとこんな感じになりますね。でさらにその期間というのはもう毎年出てますのでその期間をさらに細分化しましてですね期間を細分化しまして、えー、期間の中で取締役取締役に関する論点をピンクのベタで塗ってあります。で取締役以外の分野 をその青で塗ってますでアンダーライン引いてるのは株主総会です取締役が一番よく出ててその次に株主総会が出ててそしてそれ以外の分野監査役とか会計監査人とかそれはさらにそれよりも少ない出題頻度ってことが出てきます。こんな感じです、ね、そうするとですすすねねそうると 取締役取締役会そして株主総会以外の出題っていうのはものすごく少ないんですよね平成18年に出てその後会計監査人を解任する方法っていうのが平成21年に出てであとはここで監査役出てるだけなんですよ平成23年で監査役が出てるだけあとどこも出てないんですよ。ってことはこの 平成23年以降は取締役会と株主総会しか出てないっていことですよね。ってことはいくらなんでもそろそろ来そうなんじゃないのっていうのが一つ予想立ちますよね。であとはそのやたら取締役がやっぱりよく出るっていうのがこれでわかると思うんですよ。だから取締役っていうのは毎年出ても何らかの形で出てもおかしくないなっていうのもわかると思うんですよ。というまず観点からえっ、ー、とその予想をしますとですね えっと、予想するとまず期間は出ると12年間毎年出てますねとで取締役がやたら出る12年間でなんと消耗を1回とカウントすると11回出てます12年間で11回取締役は出てますで株主総会は次に多いんですけれども意外と少なくて、えー、とその株主総会プロパーの問題というのは2回しか出てないです。 ただ最近平成27年に出てますで取締役株主総会以外の期間というのは3回しか出てないんですで一番近いのがさっき見ました平成23年の監査役ですただ平成23年のこの監査役というのはですね実は違法配当とセットで出てるんですね違法配当が出ましてその違法配当の最後の処理に429条2項というのを聞かれてますのでそこが出てるんですねただこのの形式っていうのは 確かに監査役に関して取材するときには出しやすいは出しやすいと思うんですよ。なので、もう一回これがこういう形で来てもおかしくないなというふうに思います。で、それを出したのが、今年ロングレトーレンで出したのが第4回の第2問です。第4回の第2問で、今年それを出してます。で、問題集ですと65問ですね。問題集ですと第65問ということになります。ちょっと、まあ4の第4回。 あんまり時間がないのでね、えー、とちょっと映すのはあれなんですけども、4えー、第4回の第2問ですね。で、これはえと C 論点ということにしてます、C 予想ですね。で、じゃあ、期間出るとしたらどこかっていうと、やっぱり取締役は外せませんので、えー、今日の模試でも出しました、協業取引、取締役の協業取引を A 論点にしました。 もしの第1問ですねそれと問題集だと36問が協業取引にあたりますであとは平成26年の改正というのがやはりぽつぽつ出てますので平成26年改正絡みでしかも期間ということになりますと監査当院監査当院 あるいは監査等委員会設置会社ですねつまり社外取締役が絡む社外取締役社外監査役が絡む社外役員が絡むところというのをこれを B 論点としましたで当連ですと第2回の第2問第2回の第2問と第3回の第2問ですね第2回の当連ですと第2回の 第2問と第第回の第2問ですねであとは取締役株主総会以外から出るとすると、まあ、ど真ん中は監査役の監査権限ということで第8回の第1問で監査役の業務監査権限というのは取材してます。 で次に株式ですね株式ですと A, 評価 A 論点としたのが株主平等の原則これはまあ出るとするならば株主優待制度じゃないかというので当連の第1回の第2問で取材してますで問題集ですと第8問ですねであとは自己株式の取得というのがそろそろ聞かれてもいいんじゃないかというのでこれも当連の第回 2回目のの第1問でで出してますす自己株の取得ですねでもう一つ、まあ、株式の範囲に入れました募集株式の発行と差し止め、これが第4回、当連の第4回の第1問で出していますで。これについては論文、その論文問題集では、第57問から第61問までずらっと並んでます。でこれはあの差し止め自由とか、あるいは無効自由というのがですね、山ほどあるんですね。だからどこが出ても まあ、書き方というのは基本的に同じですのでどういう自由が出ても処理できるようにというのでこれは57問から61問まで、えー、しっかりと見て,見ておいていただきたいというふうに思います。で次に分野としましては計算ですね計算これはあのやはりまあ違法配当違法配当と自己株の取得というのは基本的に同じ条文にありますのでどっちが出てもおかしくないんですけれども当連でいうと第4回目の 第2問ですねこういう形で出される可能性があるだろうとであと違法配当が出た場合には最後の後しますとしまして監査役とやっぱりセットで出しやすいということで答連でも出してありますで問題集でも第65問で掲載されてますであとは細かい端っこの分野になりますと事業譲渡がやはりまあ何回も こここのところそれがまあささやかれてましてこれもやらないわけはいかないだろうっていうので事業譲渡はえ今回の模試の第2問でも出しましたし当連で第5回の2問目で,第回の問目でえ事業譲渡についても取材してます。であと持ち分会社の投下賞の回収っていうところこれがえっとえ第5回の もしの当のです、ね、第5回の第2問で投下資本の回収を出してます、でこれはあの持ち分会社、ずっと出てないんですね、で試験員の先生がえっと,割と最近、合同会社についての論文を発表されてましてで合同会社について、まあ、利用法あれこれ書いてますけども書いてらっしゃるんですけども、ただ合同会社っいうのはちょっと出しにくいなっていう感じがありまして、でもうちょっと幅広く捉えて、 えー、持ち分会社ということになると一番オーソドックスなのが、えー、その合名会社の投下証の回収だったりしますので、えー、それも一回は見といた方がいいかなっていう程度ですね。であとは平成26年の改正絡みでもう一つ挙げますと差し止め請求です。でこれ差し止め請求ずっといろんな差し止め請求ありますよね。 で例えば合併であるとか株式併合であるとかっていうところその差し止め請求どこで出ても基本的に書くのは同じですのでこれもあの見ておかれた方がよろしいかと思いますであと志村先生からことづかってきたことなんですけれども志村先生は、えー、っと司法試験あるいは司法試験の予備試験との関連性というのをずっと,、えー、っとそ,のその観点から え、印を打っていらっしゃるんですけども、その観点からすると、まず、協業し義務というのがやはり一番危ないんじゃないかと。で、これは平成27年の司法試験で、え、この問題集でいうと、第36問の問題がフルセットで出されてます。第36問の問題がフルセットで出されてます。で、あと、事業譲渡につきましても、称号を引き続き使用する場合というのが、 平成27年度の司法試験と司法試験予備試験両方で出されてます。まあ、そういう意味でも事業上とはやっぱり当たっておいた方がいいだろうなということですね。で最後に仮想払い込みについて、これは平成29年度の司法試験の予備試験で出題されてます。志村先生、B 論点のところですね。 であとはちょっとマイナーなとこですけれども会計帳簿の閲覧請求権これロングレ・トーレの第7回で出題してますけれどもこれは予備試験で平成25年に出されてますで予備試験や司法試験で出されたところっていうのはやはりあの割とその時間ちょっとした時間を置いて出ることはありますので、えー、近年の司法試験予備試験で出題された論点でかつまだ会計試験に出ていない論点として やはりちょっとは見といた方がいいんじゃないかなというところですね。いかかがでしょうかということで企業法はもうこれぐらいにいたしましてでは二宮先生に変わります、はい、それでは最後になりますけれども、まあ、管理会計論と計画ですね、山当てを行っていきたいと思います。 でレジュメは、えっと、2種類ありますのでまずまあ管理会計論の方から見ていきたいと思います。 でまあ、管理会計論ですね、まあ、特に原価計算の分野なんかは、あんまりその試験委員の先生が誰であろうと、まあ、出るような内容に、ね、特徴が出てくるかっていうと、そういうような分野でもないので、まあ、基本的には過去の出題傾向を見ていただくのと、あと、各論点ですね、まあ、どれぐらいの強度で残りの時間で勉強していくのかっていうのを、ね、確認していただくために、ね、まあ、今回、資料を用意してあります、はいで。論点別にちょっと見ていきたいと思うんですけれども、1ページですね、開いていただきまして。 まあちょっと時間もないんで早めに行きたいと思いますけどまずま、日目別計算からですね日目別計算は一応論文の試験だと編みけ論点ではないので、まあ、重点的に出題されるという分野ではないんですけれどもただ、過去の本試験の出題実績を見てみても、まあ、過去12回のうち3回出ているので。 大体いい4回に1回は品目別計算ですね、知識を問うような問題が出てきているというところがありますから、まあ、全くやらないっていうのはちょっと怖いところかなと。 で出てきたときに結構、そのひ目別計算させて、その後まあ部門別計算とか個別原価計算につなげていくような問題になっているので、ひ目別のところでつまずいてしまうと、当然製品原価とか仕掛かり品原価を合わせることができなくなりますから、結構芋づる式に本当にあの点数を失ってしまう可能性っていうのがありえますので、まあ、最低限のところはやっておかないといけないですで。具体的にやっぱりやっといていただきたいこととしては、あの材料控え計なんかはね、やっぱり。 よく出てくるところなんで、まあ、材料副費の会計処理なんかはね、まあ、しっかりと、この試験前には見直しはしてほしいかなというふうには思います。で材料費会計でちょっと細かな論点として、こういう返品とかね、あるいは残材戻し入れの会計処理っていうのもありますけれども、まあ、これなんかも過去に1回問われたことはありますが、できなくてもあんまり合否に影響の出るようなところではないので、ここはもうばっさり切ってもらっていいかと思います。はからそののつもりの方もり方多いいと思いますけどね、はい であとは、まあ切っていいところとしてはこういう経費会計のところの外注加工賃の会計処理とかですねまあ、外注加工賃が直接経費になるっていうことさえ分かっていればまあこれのねあの優勝支給の場合の会計処理とかですねそんなものをまあ覚える必要性は全くないと思ってください、まあ、一応、担当式試験の時にはねあの本試験直前には見直しておいてくださいねっていう,ふうに申し上げてはいたんですけど論文では出てくる可能性はかなり低いのでもう切ってしまってもいいのかなという,ふうには思います。はい であとはまあ見といていただきたいところとしては、まあ、結構、労務費会計というところが、ね、あの長らく出ていないところでもあるので、まあ、ここは結構、嫌いな方も、ね、多いところなのかなとは思うんですけれどもこの定時買い作業手当の会計処理なんかはぜひ、ね、見直しはしておいていただきたいなと思います。 まあここ最近ね、割と私のところにも質問で、これ切っていいですかっていうようなね、ご質問を受けることもあるんですけれども、ただまあ、少なくともね、定時外作業手当の会計処理ぐらいはできないとまずいのかなっていうふうには思いますので、ここはちょっとね、忘れてる方は見直しをしておいていただければなと思います。はい い、まあ、いろいろありましたよね消費賃率の中に含めて直接労務費、間接労務費の中に含ませていくやり方と直接労務費処理するやり方とあと間接労務費処理するやり方ですね3パターンありましたので、まあ、その3パターンがちゃんと頭の中に入っているかどうかですね、まあ、それを本試験前には確認をしておいてください。はいまあ、あまり、ね、細かいところは追求しすぎずに、まあ、本当に典型論点を、ね、あのさらっと見ておくぐらいでいいかと思います。はいで 次の部門別計算ですね、2番移っていただいて、でここについては昨年度の試験で第1問問題1でがっつり部門別計算の問題っていうのが出ているので、もう第1問丸々1問部門別計算が出てくることはまずないのかなというふうには思います。だからまあ若干その優先順位は低めに考えていただいていいかと思いますね。 でそれはもう計算に関しても、理論に関しても同じことが言えますので、もうある程度、ね、部門別計算というところは、まあ、置いておいてもらってもいいのかなと、ただ、当然、その補助部門機の配布方法で、ね、連立方程式組めませんとかっていうのはまずいので、まあ、その辺は、ね、ちょっと長らくやってないと、ね、結構と手が止まる可能性もありますから、心配な方は、ね、本試験前には見直しをしておいてください。はい、で、次の括弧3番ですね、個別原価計算の方ですね。 見ていいいきたいと思いますけど、まあ、個別原価計算は昨年度出ていないので、まあ、結構今年は出てきてもおかしくないのかなというふうには思います。で出てくるときに必ず問われるのが、まあ、ここのやはりその子孫慈悲の処理というところですね、まあ、特に直接経費処理のケースというのが本試験でもよく問われるので、まあ、ここをね改めて確認をしておいていただければなと。 まあ,あとはこの上から4つ目のこういう原価計算表とのつながりとかですねここも担当の問題集とかにはねそういった原価計算表を作らせてから、まあ、仕掛かり品勘定の穴埋めさせるような問題とかもありましたのでそれはまあ一度ぐらいはですね本試験までに見直しをしておいていただければなと、まあ、あまり論点が多くない分野ですからそんなに手を変え品を変え、ね、出しようもありませんので結構出てきたときにはねラッキー問題になる可能性が高いのかなと思います。はい、で次の 4番ですね製造・間接費会計というところですけどここはもう計算に関してはあの固定予算とか公式応変度予算を使った再分析というところになるのでもう今さらそれができないという方は、ね、いらっしゃらないかと思いますから、まあ、特に、ね、問題ないかと思うんですけどただ意外と当連とかでも出しているんですけどあの正当率が低いのが、まあ、固定予算の欠点とかを書きなさいという問題ですねあるいは公式応変度予算の限界を書きなさいと。 でこの辺は意外ときれいに書けている方が本当に少ないところなので,で多くの受験生、ね、この辺は丸暗記してくるぐらいにあの覚えてくる方が、ね、かなり多いのであの固定予算公式応変動予算の問題点とか限界については改めて、ね、ちょっと本試験前までにはしっかりと書けるような対策を、ね、取っておいてください。であとは、ここの丸三番のところにも書いている通りです、ね、あのこの基準創業度の選択の話ですね。 まあ基準創業度として実際的生産能力を採用するのか平均創業度を採用するのか期待実際創業度を採用するのか、まあ、その3パターンあるわけですけど、まあ、それぞれ基準創業度に何を選択したのかによって出てくる、ね、創業度差の性質が違うと。 でそれによって、まあ、理論的な会計処理が違いますよというのは、ね、機関の講義の中でも申し上げたところではありますけど、まあ、そこなんかはかなり出しやすい分野になってくるので、あの結構苦手意識を持たれている方は、改めて、ね、知識の整理を図っていただければなと思いますであとは個人的には、これ、過去に1回出たことあるんですけどあの、基準創業度に実際的生産能力っていうのを採用していて、でこの場合において、有利債が出てくるようなケースですね、創業度債が。 まあ基準操業度に実際的生産能力を採用しているので、まあ、フル操業というのをね基準に据えているので本来であれば実際操業度がそれを超えることっていうのはまずないわけですけどただ、それを超えた場合というのはどういうケースかというのが、まあ、回答させられるようなね問題が出てくる可能性があるのかなとあの、まあ、いわゆる講義でもやりましたけど歴実祭と呼ばれるものですね。 まあ年間ベースで見ればね実際創業度が基準を超えることはないんですけど月間ベースで見た時にそういう歴実債の影響によって実際的生産能力を実際創業度が超えてしまってその結果創業度債として有利債が算定されてしまうっていうね、まあ、そういう問題っていうのが計算と理論ねセットで出てくる可能性っていうのはあるので。 だからまあ基準創業度として実際的生産能力を当社は採用しているという問題が出てきてなおかつ創業度債の計算をじめの方にさせる問題が出てきたときにはちょっと注意を払っていただければなと思いますね。はい、で、今度3ページ目ですね。まあ、総合原価計算になりますけれども。 まあ総合原価計算は昨年度、ね、出ていないというところですのでここは結構、今年だと、ね、出る可能性が非常に高いところなのかなと思います。でまあ、出てくるときに何が出るかというのはふ蓋を開けてみないとわからないんですけれども、まあ、やはりここは確認しておいていただきたいですねこの複数原材料を投入するケースでなおかつ製品のアウトプットが増量するケースですね。 まあ製品の算出量というのが増量するタイプのまあ問題ですね、ここは一度見直しはしておいてあとは、度外視とか非度外視とかというのはもう今更なので、この辺の処理ができないということはまずないのかなと思いますけど、まあ、ここは結構論点が、ね、たくさんある分野になりまして、結構まあ切っていいところもあるのかなと思いますけど、このまあ現存の安定発生なんかはもう切ってしまってもいいのかなというふうには思います。 あのやってくる受験生も当然いるんですけどももう現時点で幻想の安定発生については切ってしまっている方は今から覚えるというのはあんまり費用対効果の面で良くないので,で合格者全員が解いてくるような論点でもありませんからもうばっさりいってしまってもいいのかなと思いますであとは過去に1回出たことあるんですけどもこの東級別総合原価計算の総合原価安分法ですね、まあ、これも結構ね子孫がどこで発生するのか また度外視なのか非度外視なのかによってちょっと計算のパターンがいくつも考えられますのでなかなかパターン化っていうのが難しいところで、まあ、あの面倒くさいんですよね覚えるのがねだからもうここも切ってしまってもいいのかなというふうには思います、はいまあ、その辺はね本当に取れる時間との兼ね合いで考えていただければいいですけど出る可能性は極めて低いですね であとはまあ出ないものとして、連算品の計算なんかは基本的には編みかけ論点ではないので、過去12回、1回も出ていませんから、まあ、基本、出てくることはないでしょう。はい、で、今度、次の括弧6番ですね、標準原価計算というところに移っていきますと、でここはやはりね、あのー、過去4回連続で出ているところで、でまあ今年に関しても、ね、出る可能性っていうのは結構高いのかなというふうには個人的に考えています。 でどうしてもまあ管理会計は範囲が狭いので総合問題丸々一問に耐えうるような論点ということになるとそう多くはありませんから、まあ、標準原価計算というのはまたその考える力とかを、ね、問う上ではいい問題を作ることができる論点でもありますので、まあ、試験員としては出しやすい論点なんですよ。だからまあここはやはり二重丸つけるところになってくるんですけど特にまあ見直しをやはりしておいていただきたいのはこの標準原価カードの作成ですね。もうここ間違えると 一発レッドカードになってしまいますので、まあ、第1法、第2法という2つの作り方があったわけですけれども、まあ、子孫が、ね、途中点で発生するケースにおいて標準原価カード第1法、第2法で作るというのは、ね、できるかどうか改めて、ね、チェックをあとの再分析とかに関しては正直何が出るかもわからないところなので。 ぶど、まあ、まり配合再分析なんかが出る可能性もありますし、まあ、労務費の再分析が出る可能性なんかもあるので、まあ、ある程度、まんべんなく、ね、対策は取っておかないといけないのかなというふうには思います、はいまあ、ここは、ね、しっかりとケアしておいて損のないところですね。はい、で、次のところ今度4ページ目ですね。 まあ直接原価計算と短期利益計画策定というテーマになりますけども、まあ、ここもねちょっとここ最近ご無沙汰な論点ですんで個人的には出てきてもおかしくないのかなというふうには考えてますで特によく見直しをしておいていただきたいのは理論計算ともにこの損益分岐点とか安全憂率に関する話と経営レバリレジ係数ですねこの辺は他の論点と絡めてね出しやすいところですので まあ総合問題、まる一問って形ではこの分野、出なかったとしても他の論点の中にこの分野がね問われる可能性っていうのがありえますからまあ見直しをね改めてしておいていただければなと思います、はい、で一応、切っていいところとしてはあのこういう線形計画法とかですねあるいはあのシャドープライスを算定するとかですねこの辺はもう初めから切ってる方もいるでしょうけどもう出る可能性っていうのは限りなくまあゼロに近いのでやらなくてもいいのかなというふうには思います。はい まあ個人的に一応これは一般的には谷の論点というふうに考えられますけどちょっと見といていただきたいのがまあ全部原価計算の CVP 分析というのはちょっと個人的には見ていただきたいかなというふうには思います、ねまあ、生産量と販売量がまあもちろん違うケースなんですけど一緒の場合だとね別に直接原価計算前提にしても問題ありませんので。 まあ生産量ノットイコール販売量の時の全部原価計算の CVP ですね。でここについては次のこの予算管理のところですねここの全部原価計算のまあ予算実績再分析ですね全部原価計算方式の予算実績再分析なんかとつなげて出てくる可能性っていうのがありえるのでまあ本当に嫌いな方がね多いところだとは思いますけども。 ちょっと改めて、ね、担当問題書をお持ちの方はです、ねまあ、そこに掲載されている問題、ね、1、2問は確認をしておいていただければなというふうには思います。はい、で、このカッコ8の予算管理のところをついでに見ていきますと、まあ、ここに関しては基本、損益予算を作るというのが、ね、やはり一番よく出てくるところになりますね、損益予算の編成ですね。で、損益予算を作るという問題に関しても あの製造業とかを前提にした問題っていうのが出てくるんではなくて、非製造業ですね、基本は。まあ、製造業の場合、ね、どうしても材料勘定とか仕掛かり品勘定とかを作っていかなければいけない分、資料も多くなりますし、まあ、計算の分量も増えてしまいますから、まあ、そういったものが出てくる可能性っていうのはかなり低いんですけれども、非製造業の損益予算の編成っていうのは、本試験でもよく出てくるところですので、まあ、ここは、ね、一応、ケアはしておいた方がいいかなというふうに思います。はい で今度、5ページですね、ちょっと巻きでいきたいと思いますけど、まあ、資金管理ですけど、ここがまあ、そらく一番皆さんにとって悩ましい分野になってくるのかなというふうに思うんですけども、一応ね、平成26年から28年までは3年連続で出ていて、まあ、去年も4年連続で出るかなみたいな話が、ね、出ていたかと思いますけれども、あの今年はまあ、ちょっと出る可能性っていうのが、去年よりも相対的に上がるのかなというふうには思います。 ただ28年に出したときに資金運用表の作成っていうのをがっつり聞いているような形になってで資金運用表は過去に2回出ている形になりますからさすがにここを通ってくるっていうことは、ね、可能性としては低いのかなっていうふうには思いますあとまあキャッシュロー計算書を作るとかねあるいは資金移動表とか資金繰り表っていういわゆるこの資金4票を作らせるような問題っていうよりはどちらかというとこのキャッシュサイクルを計算させるような問題とかですかね あるいはこの運転資金の計算をさせるような問題の方が出る可能性は高いようには思います。はいまあ、ここの方がいろいろと問題の作りようがありますからね結構、資金4票を作るっていう問題は、ね、もうフォーマットが決まってるような形になりますのであんまりその思考力とかを問うことができないので、まあ、論文の試験の、ね、趣旨に鑑みるとキャッシュサイクルの計算とかの方が出てくる可能性は高いと思いますね。はい まあ結構この運転資金の計算とかも嫌いな方、ね、多いとは思いますけども、まあ、本当にあの簡単なもので結構ですので、まあ、問題集に掲載されている、ね、一番簡単なものでいいですから本のの試験前にはね見直しをしておいてください。であと10番です、ねまあ、グループ系と文献組織の管理会計という分野ですけど、まあ、ここもかなり出題頻度の高いところになりますから、まあ、過去の実績を見てもらっても相当出ています。 で去年は移転価格の設定っていうのががっつり出ているのであの移転価格の設定に関する問題なんかはもう今年は出ないかなっていうふうには思います。で出るとするならばやっぱりここの2つのテーマですね ROI と RI の算定とこの内部振り替え価格ですね、まあ、歯科基準原価基準による設定っていうところがまあ一番本試験でも問われやすいところになりますので。 まあここの、ね、計算と理論ともに内容を確認しておいていただければなと思います。で企業価値評価に関しては、ね、これはもう計画でやっていること以上の内容というのは出てくることはないのでもう触れておく必要性は基本別途は、は管理会見に対して、ね別途ね、あの何か対策を取る必要性っていうのはないかと思いますので、まあ、計画で対策を取ってもらうといいかなと思います。はい であと結構、このグループ K と文献組織の管理会計って一応問題だと、ね、あの論文式試験の問題の一番最後の、ね、第2問問題2っというところで出されることが多いわけですけどあのこれは割と時間がかからずに正解までたどり着けるような計算問題が非常に多いので、まあ、前から順番に解いていく方多いと思いますけど、まあ、最後の、ね、問題にたどり着いたときに、ね、本当にまあ時間が来ているなんていう状況には陥らないように注意はしておいてください、ここは取らないと結構もったいないことになる可能性が高いですね。はい で6ページですね、まあ、原価管理というテーマですけど、ここはもう計算ではあんまり問いようがないので、まあ、基本的に目標原価の算定ぐらいですね、見直しをしておいていただければいいのかなと思います。はい 一応、平成20年に目標原価の算定および目標原価を展開するという問題が出てきたことはありますけどもあんまりその,その問題を、ね、手を変え品を変え出しようがないので、まあ、基本的に出てくる可能性っていうのはかなり低い分野です。 ただ、計算ではね、台門丸々一問出なかったとしても、理論ではね、やはり重要性高いところになってきますから、まあ、しっかり原価規格とか原価改善、原価維持、この辺の定義っていうのはね、あの何も見なくても模範解答に近いような回答を即座に出せるようにはしておいてください。で、割とあの原価規格とか原価維持とか原価改善とか、この辺の定義を聞くだけでも、しっかりと本当に模範解答に近い回答をかけてる方っていうのは、そう多くないので、 この辺で取りこぼしをなくしていけばですね、まあ、少しアドバンテージ取れるのかなと思います。はい、で次の12番 ABC ですけどまあ ABC もよく出てくる分野ですであんまり理論に関しては問いようがないところなので理論的なねテーマっていうのは多くはありません。で計算に関してもあんまり手を変え品を変えって感じでもないですねここは。 まあ、あの一応、論文の試験では出たことないんですけどこの未利用キャパシティの計算なんかは、まあ、担当式試験では出たことがあるのでここはね、一応忘れてる方は見直しをしておいていただければなと思います。まあ、あとは、論文の答弁でも出しましたけどこういうい活動ドライバーの選択ですかね、この辺はね、そつなくできるようにしておいてください。 1一つの活動に対して複数種類の活動ドライバーが与えられていてそれを自分で選択させるという問題ですね。まあ、この辺は、ね、あの判断間違えてしまうと計算が合いませんので必ず注意をしてください,、はい。で、次の7ページ目で最後になりますけど、まあ、意思決定会計ですね、業務的意思決定と戦略的意思決定になりますけれども。 まあ業務的意思決定もここ最近結構ご無沙汰な論点ですので、まあ、直近の担当式試験でも出ているぐらいなので論文でも出てきてもおかしくないかなっていうふうに考えて二十丸つけていますでここについては別途対策っていうのがしようがないので、まあ、基本的には出たとこ勝負っていう感じになるかと思いますけども、まあ、典型的な理論だけね詰めておいていただければいいのかなというふうには思います、はいまあ、あとはもうその場で対応するしかないですねはいであと14番の 設備投資の経済性計算ですね、これもよく出てきている分野ですね。で出てくるときには、基本的に賞味現在価値をが問われる形になりますけれども、まあ今年の試験は、割とここ最近出ていない取り替え投資の意思決定とかね、ちょっと怪しいかなと思っているので、新規投資っていうよりは取り替え投資の方ですね、また改めて見直しをしておいていただければなと思います。で、一応、この設備投資の経済性計算はいくつかトラップがね、敷かれていることがあるので、 あの計算上の留意点というのを最後に載せてありますから、まあ、ここをね、本試験までにちょっと一読しておいてください。はいまあ、簡単ではありますけど、まあ、以上がまあ管理会計に関するまあ予想ということになりましてで、続けてちょっと時間もないので、もう計画見ていきたいと思います。まあ、こちらのレジュメ、使っていきたいと思いますけどもで、また1ページ開いていただきまして、 まあ本試験の分析っていうのを、ね、まず1ページ目に形式面の分析を載せてあります。ペ、まあ、ページ目2ページジ目目は形式面の分析ですねで基本的にまあ今後どういう対策をしていけばいいのかという話になってくるんですけど、まあ、経営管理の分野ね、まあ、見ていただくと分かる通りですねここ最近、まあ、2014年ぐらいからはですね大体、あのだいたい用語問題っていうのが10箇所ぐらい回答欄っていうのが用意されています。だいたい10箇所ですね約ね約 用語を答える箇所ですねまあこれが皆さんもね結構不安要素が強いところだと思いますけど、まあ、何が出るかね本当に蓋を開けてみないとわからない分野なので、まあ、私もね結構法試験見るときかなり怖いところではあるんですが。 まあここはねだいた10箇所ぐらいで、配点ベースだとだいたい20点からまあ25点ぐらいですかね、まあ、多くて30点も振られてないとは思うんですけども、まあ、それぐらいね、えー、まあ結構点数も大きいところにはなってくるんですが、1問2点から3点ぐらいあると思ってください。でまあ、何よりもねここの対策っていうのが、やはり重要にはなってくるので、まあ、基本的に講義でも申し上げている通り、もう一問一答問題集とか、まあ、レジュメをね、回転させていただいて、でまあ、用語の対策っていうのを中心に考えていただいて。 まあ、しっかりと、ね、問われている用語を答えられるようにすることと、あと用語の定義を書けるようにするということを、ね、対策としては取ってください。で結構、用語の定義問題というのも去年も2問出ているので、ねまあ、単に用語を知っていれば、ね、書けるというだけの問題になりますからもう完全に知ってるか知らないかという話になってくるのでもう本当に単語対策というのが何よりも重要だと思ってください。で基本的に何か考えさせる問題というのは本試験では出てくることがほぼ稀ですので 一応、去年ちょっと考えさせる問題っていうのが、まあ、何問か出てきている状況ではあるんですけど、まあ、別にそれができないからといって何か合否に大きな影響をもたらすかというとそういうわけでもないのであんまりそういったことをね不安視する必要性はありませんからもう知識をねつけておけばそれでいいんだと思ってくださいあんまり深く考える必要性がない分野だと思っていただいていいですね。はい だからもう記述対策とかもね、別ッする必要性ないですから、もう用語のね、回答と用語の定義を書けるようにするってことだけね、えー、チェックをしていただくといいのかなと思います。で、次の2ページですね、まあ、こっち、ファイナンスになりますけれどもで、ファイナンスはここ最近の試験ね、この2013年以降に関しては、基本的に回答箇所っていうのが30箇所になってます。 まあだからなんだよって話ではあるんですけど、まあ、30箇所になっているので大体1箇所あたり1点とか2点とかっってていう配点になってきますね、はい、でその中でもほとんど、ね、数値を答えさせる問題が多いので、まあ、やはりまあ当連でも出している通りですね。まあ数値の計算っていうのがちゃんとできるかどうかっていうねそこしか問われないと思っていただいていいです。 でここ最近はもうこういう文章を書かせる問題とかもめっきり出ていないので、まあ、こういう理論対策とかっていうのはねいわゆるそういったものはやる必要性はないと思っていただいていいかと思います、はい、もう1等問題とかっていうのも基本的に空欄の中に入るねあの高いとか低いとか大きいとか小さいとかそういったものを答えるだけですので、まあ、あんまりその理論的背景とかっていうのをがっつり知らなくても対応できるものがほとんどになりますね。 だからもうここでは、ね、あの対策として以前から申し上げている通り基本的にもう公式をしっかりと覚えておくというのが何よりも重要ですので、まあ、本試験前までに、まあ、しっかりと、ね、メジャーな公式について頭の中にインプットされているかどうかですねそれはもう本試験1日前とかに、ね、必ずチェックをしてください。 で意外とそのシステマティックリスクとかアンシステマティックリスクとかです、ね、ここ最近の試験、まあ、そういうの問われますけれども、まあ、その定量化すら、ね、あのしっかりとできない方っていうのがかなり多いので、まあ、そういうできるだけで、ね、もう合格ラインに乗っかってくるでしょうからもう基本的な、ね、計算ができれば受かるものだと思ってください。はい、だからまあ特に特殊な対策はいらないので、まあ、レクセンの方は、ね、論文の答壇ですね、えー、まあそれを回していただければいいかと思います。はいで 具体的に今度、内容面の話になってきますけども、まあ、ここから予想になってきますが、まあ、経営管理の分野から、ね、ちょっと見ていきますと、まあ、このミクロ組織論ですね、いろいろ論点はありますけども、まあ今年の結構重要なところとしては、まあ、このリーダーシップ論なんかはね、しっかりと見直しはしておいていただきたいなっていうふうに思います。リーダーダシップ論ですね まあここは過去全く出ていないところでもう毎年毎年出るぞっていうふうに言われてるんですけどまあ今年の試験の先生の中にも数人リーダーシップ論好きな先生いらっしゃいますので本当にもういつ出てきてもおかしくない状況にありますからここは必ず対策は取っておかないといけないまあ特にまあそのリーダーシップ論の中でもこの PM 理論とあとまあコンティンジェンシー理論サーバントリーダーシップですねまあこの辺はきっちりと押さえておかないといけないかなと。 であとはまあこれらの分野の中だと、まあ、去年も予想として出していたんですけど去年出なかったのでこの期待理,、ね、理論ですね、ここは本当に出てくる可能性っていうのは高いです、まあ、試験員何人かいますけどその中にまあ3、4人ですね、期待理論に関して書いてる先生いらっしゃいますので本当にここは出てくる可能性が高いところかなと思いますね。はい まあ、とはいってもね、なかなか出てくるものはね予想が難しいところではあるんですが、まあもう伝統的管理論とかね、まあテイラーとかファイオールとかっていうのは、もうここ最近結構出ていたので、もうそんなに出すようなこともないので、出てくる可能性は結構低いかなとは思いますね。はいで、次の括弧にですね、マクロ組織論ですけども、個人的にはここが一つの山になってくるかなと思っているんですが、この マクロ組織論の中でも特に重要なのが、こ、まあ、ここですね、まあこの組織構造と官僚性組織ですね、ここがかなり重要なテーマになってきます、官僚性組織。これもまあ昨年度も官僚性組織っていうのは一つの山だったんですけど、昨年度出なかったんで、まあ今年出てきてもおかしくないかなって感じなんですが。 官僚性組織の特徴とかあるいは逆機能っていうところはね正確に答えられるようにしておいてくださいここはもしかしたらちょっと官僚性組織の逆機能を答えなさいみたいな問題が出てくる可能性があるんでねちょっと書けるようにしておいた方がいいのかなと思いますであとはバーナードですねこれも好きな先生非常に多いですここ最近出ていないところなのでバーナード理論っていうのは出てきてもおかしくないですねはい でバーナード絡みでこの意思決定論っていうのも今年の試験は結構重要でこの伝統的な意思決定論とゴみ箱モデルって呼ばれる意思決定のモデルありますけれども、まあ、この辺がね何か問われる可能性っていうのがあるのかなと思いますから、まあ、直前期にねチェックをしておいてくださいで次の括弧さん企業戦略というテーマですけど ここは去年、ね、国際化戦略っていうのががっつり出ているので、今年はもう国際化戦略については出る可能性が相当低いです。で出てくるならば、まあ、多角化戦略ですね、ここが一番出る可能性が高いのかなと思いますので、まあ、ルメルトの多角化戦略っていうのを中心に確認をしておいていただければなと思いますね。はい、で、次の括弧4、競争戦略とマーケティングになりますけど。 もうマーケティングに関してはね、あの講義中にも申し上げた通り、基本、試験員の先生でマーケティング好きな人いないので、もうほとんど切ってもらって結構なんですけど、ただ、マーケティングのね、4P とかね、あるいは STP とかっていうのが何かっていうのは、そういったレベルのことは問われる可能性があるので、まあ、最低限それぐらいの内容をね、確認しておいていただいて、まあ、ブランド戦略とかはね、特に抑える必要性はないと思ってください。で、この中だと特に重要なのは、この業界標準の確率、これは本当に重要です。 まあ試験員の先生で一人ね本当にここを専門に研究されている先生いらっしゃいますので、まあ、業界標準絡みの話っていうのが何かね例えば具体例とかを答えなさいみたいな問題も出てくる可能性がありますからね、まあ、過去の本試験ねそういう問題も出てきたことあるんですよ、まあ、何々の具体例を挙げなさいみたいな問題っていうのが本当に出てくる可能性ありますからここはちょっと具体的なイメージをね持ちながら復習の方しておいてください、はい、で次の4ページですね ここもかなり重要です、この技術経営、ここも試験員の先生で好きな人がいるので、技術経営っていうのもちょっと重要度高めに考えてください。で、何が出るのかっていうのはかなり難しいところなんですけども、まあ、やはり基本的なね、イノベーション概念っていうのを整理しておくことと、あとこういう製品アーキテクチャーですね、まあ、モジュラー、インテグラルっていうのがどういった性質を持つものなのかっていうのをしっかりとイメージをつけておく。でまたこういうい イノベーション絡みでオーバーシューティング現象とかですね、ここはもうもろに出てくる可能性がありますね、あとマノカーとか死の谷、ダーウィンの海ですね、この辺は正確に答えられるようにしておいてください。はい、で、次の括弧6、コープレートガバナンスになりますけども。 コーポレートガバナンスについてはここはもう今年の試験だとまあどうかなっていうところはあるんですけどもあの水戸先生っていう方があのおそらく今年最後になるのかなというふうに思いますのでその人がコーポレートガバナンスの専門家になりますから、まあ、最後に何か出してくるって可能性は、ね、ゼロではないのかなとは思いますので一応基本的な内容ぐらいはですね確認をしておいてください。まあ 二丸つけるほどね、出題可能性っていうのは高くはないんですけども、ちょっとケアしておいたほうがいいかなっていうところです。はい、で企業の社会的責任に関しても、まあ、下に上げているような用語とかはね、そつなく答えられるようにしておいてください。であとはまあその他の論点で まあこういうドラッカーの理論とかです、ね、人的資源管理とか、まあ、コンフリクトマネージメントですねこれまあ鈴木試験委員の研究分野になってきますけどここは一応試験委員の研究分野になってくるのでこのコンフリクトマネージメントっていうのは、ね、一応見ておいたほうがいいかなとこの組織コミットメントに関する話ですね。はい、ここは改めて確認をしておいてください。 な、まあ、なかなか範囲が広くて当たりをつけるのが難しいところではあるんですけどもあの、まあ、ちょっと今、ね、マーカーで色塗ったところについては特に、ね、試験直前に見直しをしておいていただければなと思います。で今度ファイナンスに関する内容ですけども、まあ、こちらはもう試験委員とか、ね、あまり関係のない分野になってくるので何とも言えないところがあるんですが。 ただ、出題実績を見てもらうと、まず一番初め、この企業活評価なんかは、もうほぼ毎年出てます。だから、こ今年も出るって考えるのが、結構自然かなというふうには思いますね。で、ファイナンス、範囲がとにもかくにも狭いので、でなおかつ、去年と一昨年の試験に関しては、大門4つの構成になっていましたから、 あの4つね何か総合問題作ろうってなった時に企業価値評価出さないともう出すものなくなってしまいますのでここはまあ出てくる可能性が圧倒的に高いところになりますでただ過去の本試験見てみても基本的に出てくるのはフリーキャッシュローをワックで割り引くっていう本当に簡単な計算問題が出てくるだけで。 そのフリーキャッシュフローの計算を絶対に間違えないようにすることと継続価値の算定っていうのを着実に、ね、合わしにいくってことさえ注意していただければ、まあ、企業価値の算定は完投することができるのかなと思います。はい、結構いるんですよ、去年もいましたけどフリーキャッシュフローの計算を間違えてしまってそこでも芋づる式に全部間違えるとか。 あるいはその継続価値の算定の,その分子の、ね、キャッシュフローの取り方を間違えてしまって企業価値も芋づる式に間違えてしまうって方がいるのでそれやっちゃうと本当に5点ぐらい飛んじゃいますから、まあ、必ず、ね、注意を払っていただければなと思いますね。はい、ここは必ず見直ししてくださいで 次の財務分析についてはこれは去年も出ているところで、まあ今年出るかどうかはちょっとなんとも言えませんけど、まあ、最低限、ね、あの会計士になってからも当然財務分析なんかはやりますので指標は覚えておいたほうがいいですね、まあ、できればそのパーとか PBR とかです、ね、エビット d a バイリスとかそういったところまで押さえておいたほうが望ましいです。はい、で 上から3つ目の投資の意思決定とかね、ここはまあ、あんまり管理会計で出てくる分野ですので、計画でね、あえて問うような内容でもないので、出てくる可能性は結構低いかなと。で資金調達意思決定とか、利益処分意思決定はこの辺嫌いな方多いですけど、まあ、やはり MM 理論っていうのを中心にね、復習はしておかなければいけないかなと思います。で、次の括弧2番、投資理論ですね、こっち見ていきたいと思いますけど。 まあ投資理論に関しては、やはり重要なのは、ここの債券の評価と、あとまあポートフォリオ理論ですね、ここはもう絶対外せないところになります。あと、市場均衡理論ですか、まあ、キャップ m ですね、はいまあ、ここは大丈夫だと思いますけど、結構、キャップ m は。 これ毎年注意事項で申し上げていることではあるんですけど絶対本試験やっちゃう方いるんですけどあの市場リスクプレミアムと市場ポートフォリオの期待収益率ってのは違いますから、ここね、必ず問題文注意して読んでください。市場リスクプレミアムって与えられているのに、市場ポートフォリオの期待収益率だと思ってリスクフリーレートをマイナスしてしまうっていうねそういう間違いが多発しているところですので、まあ、それやっちゃうと、やはりねあのこれも芋づる式に間違いが連鎖しますから、必ず問題文注意深く読んでください。はい で次の3番ね、もう行きたいですけど、デリバティブですね、デリバティブ。まあ、デリバティブについてはね、もう何が出てきてもおかしくないんですけど、スワップについてはあんまり問題作りようもないので、やはり先物と、まあ、このオプションですね、特にオプションが、個人的には圧倒的に出る可能性が高いと思っています、はいまあ、ここ二年、ね、出ていないんでね、あのオプション戦略まで踏まえてね、まあ、しっかりと抑えておいてください。 まあ二項分布を前提とした、ね、オプションのプライシングができるというのは当たり前であとはオプション戦略も、ね、しっかりと答えられるようにしておくというのを、ね、対策として心がけていただければなとは思います。はい まあ何にしてもあまり範囲が広くないのでまああの切るという発想でねあんまり取り組むようなね分野ではないのかなと思いますから、まあ、一通りはねあの提供している教材についてはこなしていただければなと思いますけど、まあ、ファイナンスについてはねあの以前から言っている通りロングレトーレンが特に重要ですのでまあ、それのね1回目から特に6回目ぐらいまでですねそれをまああの回転していただいて基本的な内容を、ね、改めて見直しをしておいていただければなと思います。はい まあそれじゃあ時間になりましたので、まあ、これで予想会の方を終わりにしようと思いますから、まあ、皆さん、お疲れ様でした。